はい、皆様こんにちは。こんにちは。ミンテージエキスパーツオートデスクウェビナーへようこそ。はい、私ですね、オートデスクでマーケティングを担当しております一ノ瀬と申します。よろしくお願いします。はい、同じくオートデスクの新と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、素敵なゲストをお迎えしているんですが、なんとですね、東京のスタジオを出ましてですね、ゲストのですね、プロダクションさんにですね、画期的な我々でした。画期的な初めての企画でございます。今日はですね、福岡博多にですね、お店を構える、はい、クッキーさんにですね、お邪魔しております。はい、クッキーの皆さんです。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそ。よく変態この国。とうとう来ました。もうずっとね、この企画自体は長いです、長かったですね。結構前からお話しさせていただいていて、とうとう実現したの。お待ちしております。しかも今日撮ってるとこオフィスですからね。オフィスの中にね、実はいろいろありますね。そうですね、トロフィーなや何やら並んでたり、アートワークもいろいろあったりした、こういった素敵なですね、お部屋でですね。そうですね、先ほどあのオフィスの方も、はい、働いてるオフィスの方もね、まあ、作業するフロアはまた別なんですけど、はい、ここ打ち合わせとか、そうですね、打ち合わせにもですね、はい、ミーティングルームで、なんかちょっとかっこよくなってますね。そうですね、ちょっといろいろと準備させていただいて実際よりちょっと広く見えますね。なんかいつもよりいい感じでもありますよね。だいぶいいですね。なんかいいね、この人数がこんだけ入るっていう、ちょっと伝えて、このまま続けていきたい感じ、うん、続けていきたい。ずっといるんですか。じゃあまあそれぞれちょっと参加方の、ね、自己紹介、はい、自己紹介ちょっとお願いできればと思います。はい、はい、空気で代表取締役と、あとはまあ映像の演出、ディレクターをやってます、はい、モメント言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、空気で映像のディレクターをやってます池田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、空気のアニメーションディレクター尾藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。という形さん方を迎えして、はい、今回の企画はですね、うん、実はパート1、パート2に分かれておりまして、2週連続というか2回連続の企画になっております。ね、まず最初にですね、テレビ CM の餃子の王国のですね、うん、はい、CM のメイキングのお話をしていただきます。でパート2になりましては、丸井の、CM ですね。皆さん多分ご覧になってる方多いんですけど、フル CG のアニメーションの、まあ、この2編を2つとですね、うん、中心にお話していただくパート1パート2で続いていきますので、ぜひですね2回ともご覧になっていただければと思います。そうですね、もう贅沢な2本立てと、はい、でやはりですね、このまあ、実際のメイキング、うん、作品の紹介に入る前にですね、はい、やっぱ空気さんとはというところをですね、はい、ぜひ会社紹介、はい、会社紹介で、はい、やはりもう非常に有名なコンテンツを発信されてらっしゃると思うんですけれど、はい、まあ、さらにこの最近の状況であるとか、さらにその皆さん の、うん、取り組み方とか、はい、その辺をまず最初お伺いさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。もしウェブかなんか、はい、そうですね、ちょっとホームページの方で、はい、見ながら、了解です。もうざっくりですけど、会社の紹介をさせていただけたらなと思います。はい、はい、ちょっとちっちゃいですね。それホームページですね。はい、まあ、うちの会社、今回はCG のお話メールをさせていただくんですけども、はい、実際もう、CM は結構多いんですけど、実写、モーショングラフィックス、はい、アニメーション、CG も あまりもうジャンルにはこだわらず、うん、それぞれディレクターがまあ得意なジャンルがあるので、はい、それぞれのスタイルでやっています。アプリもやってます。そうですね、アプリもやってます。それはモバイルのアプリ。そうですね、はい、モバイルアプリもやってます。 iPad とかタブレット向けもそうですね、うん、まあ、今ちょっと少し古い写真なんですけど、あ、こんな陽気なメンバーで、いっぱい買いましたよ、僕。あ、うちの子供すごい好きで。ありがとうございます。下にいるこのキャラクターが、うん、まあ、アプリのキャラクターというか、まあ、このキャラクターがあってアプリ作ってるんですけども、はい、ミスターシェフっていう。そうですよね。はい、でこれこう押していくといろんなアクションが子供向けで、ね、隠れてて、結構面白いんですよね。で、映像もね、なんか結構。そうですね、もともとアニメーションを作っていて、はい、そこからこれアプリにしたら面白いんじゃないかなということで。アプリってその前は作られてたんですか？今回初めてこう出された、もう何年前かな、4年前ぐらいからですかね、うん、やっぱ映像だけやってるんじゃなくて、はい、
まあ、やっぱ新しい面白いことやりたいとか結構思ってる人間が多いんで、うん、はい、そんな中で一人あのアプリを作ってみたいということで作ったのが始まりで、はい、まあ、キャラクター実際もともとはいたんですけど、うん、そこをまあ組み合わせてあのやってみたら、まあまあなかなか面白いもんね。結構ヒットしてますよね。まあぶっちゃけそうですね。めちゃくちゃヒットしてますよね。まあまあ、いやいや、はい、僕もあの子供にいや面白いアプリがあってこうおすすめが出てくるじゃないですか、で面白そうだって言って、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりですよね、僕らの感覚だとなかなか、そこまで映像会社さんがやっぱアプリまで作るとかってなかなか聞かないので、そうですね、うん、なんかもう本当になんか何やってんのって言われてそういつも聞かれましたよね。僕ら何屋さんなんだろうかなって。その辺はやっぱり皆さん の, そのディレクターさんの思考というか、こういうことやりたいっていうようなことで決まっていくわけなんですね。そうですね、あの、まあ、もちろん会社に入ってくる仕事もあるんですけど、個人個人にも入ってきて、はい、そうなってくるとやっぱあのなんかこう自分のやりたいものの方向にみんな寄せていたりはするので、そこは逆にあの一つのスタイルに縛られてないから、まあ、できる、いろんなことができるんじゃないかなと思ってますね。アプリも実際にプログラムを組んだ高村っていうテクニカルディレクターなんですけど、はい、彼ももともとモーショングラフィックスをやってたんですよ、CG。そうなんだ、やっぱりじゃあ映像で来たんだけれども、はい、そうです、プログラムもできて、うん、はい、そうですね、あ、すごいね。今何人ぐらいいらっしゃるんですか今が、さっきちょっと古くて少し少なくて、はい、今は24ですね、うん、ここ2年ぐらいでまたあの若い子たちも入ってきて、うん、今バンバン力つけてってる最中みたいな。なるほど、久喜さん自体って何年ぐらい設立されてから。もう19年目に入って。19年、はい、僕がちょうど10周年に、はい、の時に入って、10周年ですという年賀状をあの作った、はい、そう、若手の人は立ち上げメンバーもう最初からね、はい、なるほど、もう長いですね。ビトさんはいつ入るんですか。あ、僕は2年前、ね、2年前ぐらい、はい、最近ってことですね。なるほど。だから一旦本当にそのビト君が入る前は、うん、まあ、CG 専任でやる人っていうのが一回いなくなったこと、うん、そうですね、うん、はい、でもあの彼が入ってきたことでまたすごいあのスタイルがあるし面白いので、まあ、ちゃんと力入れてやっていこうってなって、でもまあそれであの今回あの紹介するのは日本ともまあビト君なので、そうですね、うん、で、はい、なかなかあの面白くなってきたなと、うん、はい、うん、思ってます今。本当ねこの2つもね、まあ後でいっぱい見れると思いますけど、本当クオリティ高くて、はい、びっくりしますよね。でやっぱりなかなか日本人だとこう出せないような雰囲気とか、うんうん、そうですね、そこはやっぱりありますね、うん、まあ、ちょっとそういうだからあの日本と違うスタイルの部分も今日の今日とか、うん、今回あの2回にわたって紹介する中で、はい、そういうことにもちょっとお話しあぜひぜひね、と思ってます。はい、あとは今じゃあホームページの方で、はい、そうですね、ホームページで、あとはあの今ブログをちょっと見て何かいい話題ないかなって寿司ポリスっていうのは、ね、そうですね、これも今ちょうどあの昨日かな、ウィアスウィークの方に掲載されたんですけど、はいはい、今僕があの手掛けてるショートアニメシリーズで、これフル CG の、フル CG なんです、フル CG なんですか、大変ですねまあでもこれはやっぱりうちだけで作ってるんじゃなくて、はい、あの僕が監督してあとはいろんな会社さんと一緒に組んでやってるスタイルなんですけど、あと本当に実写のドラマをやってる人間もいますし、はい、あのまあ、アプリもそうですけどやっぱりあの受注だけじゃなくて、うん、こっちから発信されるものっていうのも今始めてます、うん、はい、なるほどなるほど、なんかさっきのブログの下の方に、はい、平野レミさんの ありましたね、ね、ありますね、これ も最近出た、ね、そうですね、平野アプリさん、あ、平野アプリさんレミさんね、あの料理の、ね、うちのミスターシェフ君がコラボした、はい、あ、そうですね、なるほどね、ミスターシェフってキャラがいて、これはミセスレミっていう名前で新しいキャラクターを開発させて、なんとあの、そう、赤い花の、まあ、赤い花の赤い花のカレーマンを抜いて、え、マジですか、はい、すごいな。まあ、あの瞬間風速的かもしれないですけど、いやでも、うん、やっぱ今アプリで
ね、なかなかこう立つの難しいのがいっぱいあるんで、そうですね、すごいよく聞くんで、それはあのやっぱりあのゲームというカテゴリーってなかなかすごい今、うん、あのもうお金もかけてるんですけど、ね、僕たちがやってるところっていうのはあの、まあ、教育のカテゴリーで、うん、あのそのこうつい 3D がみたいな世界ではなく、うん、なんか本当にあの面白くければ別にその作り込みがなくてもいいですし、うん、あのちょうどまあうまくはまったなっていう、うん、はい、ところがありますね。いろいろ手掛けられてて、そうですね、これも面白いです。はい、ぜひね、ぜひダウンロードしていただいて、お子さんいらっしゃる方はぜひお願いします。幅広いですね。やっぱりでも CM、 強烈な個性的な CM を手掛けられてるっていう印象がまずある。コマーシャルの割合でどのぐらいですかね。あ、半分ぐらいですけど、やっぱりあの目立つものって、うん、あのテレビでオンエアされるものがやっぱり目立つので、うんうん、まあ、そこは本当僕たちもやっぱりあの僕たちの宣伝にもなりますし、うんうん、やっぱり力が入れてるんですけど、うんうん、一方でやっぱりあの そうじゃない、あの例えば今なんだっけ、池田がやっていたのが、そうですね、10月の17日にちょうどオープンされる、うん、はい、ニコンさんの、はい、ニコンミュージアムっていうのがミュージアム、はい、オープンするんですけど、はい、そこで展示映像を手掛けています。何機、ですね、プロジェクター4台を使って、投影してるんですけど、その投影解像度は 4K です。Okay. ただ、まあ、プロジェクションマッピングみたいなことになってて、はい、なんですか、ブレンディングとかマッチングとかを考えるとのりしろがいるんですよ、作るで、実際作った解像度は 5K オーバーですで、尺が11分ぐらいあります。あ、そうなんですね。それも CG バリバリの。そうです、全編 CG でみたいな。なんかで、それはそれでやっぱりあの作っている側としても面白いですし、やっぱり今そういうイベントものっていうところに結構注目があって、人も結構集まるものだったりもしますし、そこもやっぱ面白いなと思って、まあ、言ったらなんか面白いことあったら結構飛びついてやってしまうっていう、はい、だから楽にならないんですけど、でももう会社がもともともそういう、はい、そうですね、やっぱそういうの好きな人が集まってますね。ニコンさんでもそのスクリーンのデザインから、はい、あのアイディア出させてもらったりとか、インタラクティブ要素で、スクリーンのデザインではもうスクリーンの本当にデザイン、はい、結構大元のもう施工する前の段階ですが、ね、一緒にも入ってるんで、はい、どういうものにしようかっていう、あの初めはだから立体紙とか、そうです、どんなスクリーンにしようかっていう、そこから最初お話しいただいた時が、円筒状、筒状の部屋がありますと、はい、直径が6メーターですと、うん、何か面白いもの大台が来るの、スクリーンすぎるやつで、あ、じゃあどうしましょうかねっていうとこから、まあ、丸々、ね、そういう意味では1年ぐらいかけて企画、一番最初からかかってますね、はいはい。でもそういうのがお願いできる会社だっていうことなんですよね、多分ね。そうですね、なんかちょっと面白くしてくれないと、うん、なんかあのちょっとその、うん、なんだろう、まあもちろんあの職人的にしっかり作るっていうことも大事し、うん、あのそこもしっかりやるんですけど、プラスやっぱりあのどんなものを作ったらみんな喜んでくれるんだろうみたいなことは、うん、あのみんなやっぱりそこは大事にしてる会社ですね、はい、うん、はい。そんな中でですね、うん、はい、今回のウェビナーではそのプロ CG の2作品を、はい、フィーチャーしてですね、お話をしますので、大きい企画の話もやっぱり今回はした方がいいのかなと思うので、ぜひ面白いところを、はい、どう面白くしようかって考えてるかっていうのも、はい、まあ、ご紹介したいですし、あとまあテクニカル的にじゃあ、あの外国人であるビトリトさんは、ね、どんな風に作ってるかっていうのもそこはちょっとぜひ、見ていただきたいなと。そういう意味では丸裸になると、はい、楽からも全部そうです ね, そうですね、あの映像ができるまでの、はい、じっくり知らせていただきたいと思います、ね、ましてぜひ、はいはいはい、じゃよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、ここでちょっとしたお知らせがございます、はい、教育期間限定版ですね、学生版、教員版はですね、現在ですね、無料で提供しております。そうですね。
でこちらですね、もう結構前から始まっているんですが、なかなか皆さん知らないパターンが多いですので、ここでまた改めてお知らせしたいと思います。このオートデスク COJP すらエデュですね、こちらのウェブサイトに申し込み方法などございますので、ぜひですね、教育関係の皆さんですね、ぜひこちらで無料のオートデスクソフトウェアを手に入れていただいて、ぜひどんどん触っていただければと思います。今回ご紹介する 3DS Max であるとか Maya もありますし、さまざまな CAD ソフトウェアも、そうですね、提供しておりますので、ね、一通りございますので、無償でされると、ぜひですねこちらでチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではここからですね、餃子の王国 CM ですね。いよいよ、はい、こちらのですねメイキングの話をしてもらいたいと思います。はい、引き続き空気の皆さんなんですが、はい、ここでですねちょっとメンバーが一人入れ替わりまして、モメンさんが今回ずっと外れまして、はい、CG デザイナーの古川さんですね、登場していただいております。古川さんもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。彼女はこの餃子の王国もそうなんですけど、はい、この、次にご紹介させていただく、丸井さんの CM でも、はい、ビトのサポートとして、うん、もう常にずっと一緒に、うん、やってきています。なるほど、はい、CG っていう感じですね。 CG をもう MAX を触って作業されると。はい、ああそうですか。はい、福川さんも入られたのはそのビトさん入られた後なんですか。もともといらっしゃったですね。あ、餃子の時から、はい、そうですね。餃子自体って何年前から。餃子をやってたのが1年ちょっと前。あ、1年、なるほど、はい、うん、全然変な話ですけど、ビトさんどこからご出身ってどうですか。そうですね、まずそこからお話しないと。Where are you from? なんか滑らかだね、なんかね。僕はドイツから来ました。え、ドイツなんですか。あ、うん、はい、あ、まあ、イタリア人、イタリア人、うん、イタリアのドイツ生まれドイツ育ちのイタリア人という。あ、そのビトがなんで空気さんに。あ、なんであなたは東京にじゃなくて日本にみたいな、まずそこから来たのかっていうのが、そうですね、すごいね、不思議です。そこはまあ尺八の話からちょっと。なんかいろいろありそうですね。僕はいつも日本に興味、日本が好きだったってことですね。はい、で、まあ、その時にでも日本でもいろいろプロダクションもあったりとはすると思うんですけど、その時空気さん選ばれた理由ってのはどういうきっかけで。まあ九州の方が好き。マニアックによく知ってる。よくよくちょっと京都とか行きそうだけど、京都、まあ東京ね。じゃあ結構来られる前も日本旅行したりとかされてたってことですか。あ、あります。2006ぐらい、うん、名古屋で、うん、尺八の勉強しました。うん、ね、はい、あ、勉強してたんですね。はい、お寺に住んで。その時は CG はやってたんですか。その時はちょっとだけですね。そうなんだ、すごいね。4年間ぐらいお寺に住んでたんだね。すごいな、それは。もともとリフレッシュして、その前はアートの勉強とかはしてたんですか。なんか勉強はしてないです。してないですか。へえ、全部独学ですか。へえ、そうなんだ。でドイツにいた時に仲間と、CG の会社を作ったりして、はい、で向こうで CG の仕事はしてたんだよね。プロジェクト。なるほど、うん、でマックスはDOSバージョンから使って。DOSバージョン。DOSバージョン。あ、じゃあ結構もう25年ぐらい前、20年ぐらい前ですね。うん、でもそういう長いキャリアもあるということですね。まあその時ちょっと遊んだだけ。いじっただけ。いじっただけ。でまあ九州自然が多いんでってことで空気さん選ばれた。まあもちろん いろんな会社探して。うん、で最初の空気のウェブサイト出て、うん、でそこは英語のサイト、英語の説明も載ってたから、あ、
あの会社ちょっとインターナショナルっぽいだから、なるほどなるほど、なんか日本語ペラペラじゃないとダメじゃないと書いてあったからちょっと、あ、どうかなそう、結局うち英語ちゃんと喋れる人いないですいやでもこんだけの作品見出してるからね、もうそしたら作品ちょっとブラッシュアップしてまあ大丈夫じゃない、まず、面白いね、僕のメールが、うん、まずスパムフォルダに入ってた、どこのフォルダか分かんないからねあれ返事来ないなそう、僕ら大体英語分かんないんで、うん、英語のメール来たら、あ、これ迷惑メールだみたいな、はいはいはい、でもどうだったの、そのじゃあそのメールを開けて、はい、先見た時、まあ見たらクオリティ高くて、うん、あのすごい絵力がある、うん、アーティストだなっていうことで、あの、うん、ぜひあの会いたいと、なるほど、お話をしたいということで一回来てもらったのね、日本で、お、いいじゃんってなって、うん、九州もいいしね、僕らが来てもね、日本人でもやっぱ九州いいもんね、最高ですよね、すぐ坂やるんですか、そう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 、すぐ坂井Do you play soccer? 僕ものすごいサッカー好きでずっと好きなんですけど、はいはい、もうヨーロッパでドイツ、まあ、ドイツから来てイタリア人これサッカーやるでしょって思って聞いたらいやいや尺八やります空手もやりますって全然僕より日本人だあ、面白いなあ、でもそういう経緯で入られたんですね、はい、ごめんなさい、ちょっと余談だったんですけど、はい、はい、じゃあ、早速、ね、そうですね、僕の、まあ、最初のパートが、ね、まあ、今回企画から記事までご説明していただけるっていうことなんですけど、はい、じゃあ、まあ、餃子の王国のメイキングオフということで、はい、まあ、僕らもちろん今回 CG の2作品を、はい、あのお話しするんですけども、うん、まあ、結構企画から、はい、あの関わらせていただくお仕事っていうのはかなり割合として多くて、うん、でこの餃子の王国に関してもそうで、もう社長さんと、はい、もう直接あの最初から最後まで、うん、お話をさせていただいて、もう CG の話も含めてですね、すみません、餃子の王国っていうのは、あの九州の会社なんですね。あ、そうですね、あ、じゃあちょっと中に入っていきましょう、はい、その辺なんか出てくるんですよ、いろいろ説明が。じゃあまずはですね、はい、映像を見ていただきます。あ、ぜひぜひね、あ、そうで、はい、という、あの日本テイストじゃないよね、もう全く見たことない。そもそもやっぱり CM でフル CG って意外と日本少ないじゃないですか。そうなんですよ、本当に。そうなんですよね、ね、あの海外の方だとやっぱ結構あったりしますけど、うん、日本ではやっぱほとんど見ないんで。そうなんですよ、だまずそれで衝撃でしたし、うん、でなおかつクオリティがなんだこれっていう世界観と。でこれあの福岡と熊本でしか流れてないんですよ地方の、はい、でまあ、もうそれももともとの狙いでもあったんですけど、はい、なんでローカルなのに、うん、あのこの映画クオリティなんだろう。いやいや本当そうですよ、だからこれ最初見た時バジェットとかどうしてるのかなとかいろいろ、うん、なんかそれがね、これをみたいな、まあ、そこはあの、まあ、社長さんに、うん、まあ、この企画を面白いっていうふうに思っていただいて、はい、あのまあ、面白いものを作ってくださいというお話、うん、でこうご理解いただいたっていうところは結構大きかったですね、うん、あのうちの子供にも見せたんですけど、 ありがとうございます。歌いますからね。あ、よかった歌もいいじゃないですか。ああのそうなんです、本当に歌も作っていて、うん、そうなんです、ね、すごい。ちょっとその辺を、はい、はい、ぜひぜひ、まあ、映像がこういう感じで、まず、はい、餃子の王国とはというところから、はい、双和食品工業株式会社さん、熊本県の熊本にあるんですね、はい、熊本市ですね。餃子の、通販ブランドなんです。双和食品通販なんですね、はい、で元々創業が昭和42年で結構老舗なんですよね、うんうん、で、熊本の人たちには双和の餃子って言ったら、ああ知ってる知ってる、なるほど、はい、テレビ CM もやってる。
でそこが、10年ちょっと前ぐらいからかな、はい、あの餃子の通販ブランドとして餃子の王国っていうのを始めましたと、うん、でですね、まあ、そういう会社さんで、で、まあ、どういうふうにお仕事をいただいたかというと、はい、僕らがあの東京五輪2020年の、はい、あの招致映像をあの制作させていただいたんですよ、はいはい、あの東京ってあの会長さんがこうやった時、はい、すぐ後に後ろで流れた、うん、あのやつなんですけど、まあそれを福岡の会社があの作ったっていうことで、うん、ちょっとあのメディアの方とかにいろいろ取り上げていただいた時期があって、うん、まあ、テレビに出たり新聞に出たり雑誌に出たり、はい、結構毎日のように取材があったんですけど、でそれを放送をあのご覧になったこの社長さんが、はい、直接会社に電話を面白いねしてきてくださって、あ、そうなんですか、はい、で、あのいましたと、あのうちにも何か面白いものを、なるほど、はい、作ってくれませんかという、はい、あ、これですね、あ、それで、はい、キーワードとしてはこういうのがあるんですね、はい、で、まあ、餃子の王国っていう通販ブランドやってるんですけど、はい、あの実は餃子王国そもそもあのビジュアル化したことなくて、うん、で王様もいないんですよっていう王国なんだけど、はい、で、まあ、あの何度かお話し合いをさせていただく中でそういうことになってきた、はい、あ、じゃあ、うん、王様を作りましょうか、なるほど、で王国も作りましょうと、であの社長さんからの、リクエストとしては、うん、まあ、とにかく面白いものしてユニークなものにしたいんだ、うん、で、まあ、これから長くあの愛されていく、まあ、特に子どもたちに好きになってもらえるような、ブランド作りっていうのをしたいと、うん、まさにですね、はい、わかりましたと、うん、いうことで、僕らが決めたのがですね、じゃあ王国を作りましょう、で王様を作りましょう、うん、で、あと歌、歌ね、はい、歌いいですよね、うん、耳残りするメロディーと歌詞残ってる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 、そうそう、子供たちがこうついつい歌っちゃうような、口ずさみますよね、はい、なるほどね、まあ、これを使ったじゃあテレビ CM っていうブランド CM をまず一緒に作りましょうっていうとこからこの、企画はスタートしました。なるほど、だから空気さんがまあ王国王様歌、はい、っていうことを、そうですね、まあ、格としてやっていきましょうと、うん、そうですね、なるほどね、で、まあ、ここからの実際にいろんな企画を持っていったんですけど、はい、もちろん最初から、これ一つだけあのこのハイクオリティ系の CG 一つだけってことなくて、うん、いろんな企画を持っていったので、なるほど、今日ちょっともうその辺からおじゃあ他の普段これなかなか見せれない、見せられない、はい、いやちょっと楽しみですね、でまずこれ、これがあのハイクオリティ CG 案ですね、はい、A1 ドリームファクトリー編、まあ、僕がまあ結構あのスピード感を持って打ち合わせをしたので、はい、あのバーッとあの走り書きみたいなあの絵になってますけど、まあ、餃子の王様がいて、でっかい餃子をなんか作ってて、はい、で王国の人たちはまあ餃子が好きで、あのみんなでできた餃子あのに対してこう パレードをしてるっていうような、なんかこういうのどうですかねという、まあ、まさにちょっと餃子の王国をちゃんとビジュアル化して見せると、そうです、うん、そうです、でこれハイクオリティというのは今回の CG 版ですね、はい、そうです、はい、今回の企画はこれですね、で歌なので、まあ、ちょっと歌詞も載せましょうと、うん、あの右側の方にあるんですけど、餃子の王国夢の国、でっかい餃子が食べられる、餃子の王国夢の国に朝昼晩と食べられる、なるほど、この時はちょっと歌詞が違うけれども、ね、一応歌もこういうふうに、はい、他にまあ歌詞案もいろいろ持っていって、うん、本当だ、はい、歌詞も作るんですね、歌詞作りました、まあ作ったというか、まあ、こういう、アイデアの叩きを出したのは僕ら で、はい、でこれを東京のさ、音楽の作曲家さんにお願い して音楽と歌詞と作っていただいたと、なるほど、そかそか、こういうとこまでやっぱり企画するんですね、はい、うん、でこれが、まあ、最終的に形になった案なんですけど、はい、うん、他にあのボツ案がいろいろあって楽しみ、まだでした、ごめんなさい、これまずキャラクターアイデアです、はいはい、まあ、この中にはボツ案のキャラクターで、うん、王様、どんな王様がいいかなっていう話になるじゃないですか、もちろん、うん、まあ、なので何か特徴を子供があの覚えやすいような特徴を、はい、
ヒゲが餃子かな、うんうん、まあ、最終的にはヒゲが餃子になったんですけど、はい、じゃあ頭の上に乗ってるとか、まあ、耳が餃子とか美容って何なの？そうなんです。餃子王、餃子王出てきた。これ餃子王で、なるほど、ね、美容って、まあ、北斗の拳みたいなああいう劇画タッチの王様出したらすごいインパクトあって、うん、何これってなって覚えてもらえるんじゃないかなみたいな。なるほど。あとはなんかどら焼きの間から顔を出して可愛いやつもいい。誰が顔出してるのっていう。これ全部池田さんが。いや全部じゃないです。みんなでアイデア出し合って、はい、で今のが企画で、はい、じゃあ実際どういうスタッフィングでやってみたかと、うん、まずですね、クリエイティブディレクター、はい、全体のその企画、から、まあ、世界観の、まあ、一番大元の部分を、はい、全体俯瞰してみる立場として、うちの今現会長の江口さんが、はい、立っていて、でプロデューサーもこれも弊社の、山田助明プロデューサーとして立っていると。で、プランナー、企画を出したのは、まあ、江口もそうですし、で僕、あと隣にいるビト、うん、はい、で空気の他のメンバーも企画には参加したので、まあ、みんなで一緒になって企画としては全体を見た時には感が入ってるかなと。で、じゃあ実際のディレクション、はい、ディレクションは僕とビトの2人でやっています。バラエティー飛んだよね。でもこの人数でもこの人数ってのも驚きですけど、ね、制作期間としては、まあ、企画が多分一番最初から、絵コンテができるぐらいまで3ヶ月ぐらいかかってるんですよ、うん、でそこから CG を作った実製作期間としては3 months 4 months 3 months、まあ、3ヶ月ちょっと、うん、うん、すごいという感じです。素晴らしい。はい、こういうスタッフでやりましたと。で、まあ、どういうコミュニケーションでやっていったかというとですね、まあ先ほど見ていただいた、うん、うちのオフィスで毎日作ったんですけど、はい、印象的だったのはこのデイリーズっていう、まあ、海外では割と普通なんで一般的なんでね、まあやらない人もいる。会社は毎朝全スタッフミーティングをやって、毎朝眠そうな顔の人もいるんですけど、はいはい。特にオレスですね。このミーティングでどういうミーティングなんですか？ですね、前の日に、前の日の進捗状況をみんなそれぞれの役割、まあ、分かれているので、うん、持ち寄って、一つのモニターに出してああだこうだ意見をすると。うん、でそれはもうディレクターであろうがモデラーであろうが関係なくみんなで、まあ、最終的に決めるとこはディレクターなんですけど、はいはい、ああなるほど。はい、この時はでも英語でやり取りされるかな。ですね、半々ですね。なるほど。僕が一応なんちゃっての英語ができるので、はい、いやなんちゃってでもね。あ、そう、うん、でまあそんな感じで日本語の他のスタッフがわからないところは僕がちょっと今のこういうことをとか言いながら、はい、まあそうですね。そういう意味では大変は大変だったんですね。いやでもこのコミュニケーションに関しては最初から最後まで問題はなかったね。うん、これはまあビトも日本語全然できますし、うん、あ、まあでもそうですよね、はい、確かに。はい、で、まあそういうふうなコミュニケーションで、が結構一番大事なところかなと思うんですけど、はい、じゃあ早速具体的なプリプロダクションの内容に入っていきます。はい、うん、まずですね、行ったってことですね、はい、これね、餃子の王国さんの工場に行って、こういうクリーンスーツをはい、はい、着てブワーって空気を当てられてこう、うん、全部落として埃、ね、を落として工場の中に入って、で、これプロデューサーですね。でこっちビトですね。いや面白いな。はい、で僕と3人で行って、うん、でこの女性のおば様が、はい、社長さんです。あ、そうなんですね。はい、で、ね、うちの餃子はおいしいからと、おいしい焼き方を教えてあげましょうと、
で僕らも実際こう焼き方を習ってですね、美味しい羽の作り方とか、はいはい、で餃子の王国さんって、うん、まあ餃子がメインなんですけど、例えば隣にあるシューマイだったり、あの春巻きだったり、はい、うん、まあ、いろいろもう本当中華だけじゃなくてカットマンゴーとか、うん、いろんなものを通販で、はい、美味しいんですよ、カットマンゴー、あの作ってあると、はい、まずこっからでした、プリプロダクションいやこれすごく大事だったんですよ、キャラクターデザインとかにやっぱり生かされる、はいはい、あ、なるほど、あ、でもそうですよね、はい、うん、で、まあ、ここから、じゃあどうやって進めていったかというと、じゃあ餃子の王国とそこの王国に住まう住人たちを作らないといけない、うん、で僕とビトと2人で、はい、テーブルを付き合わせながらカフェ行ったり、うん、空気 の、 あのデスクでこう向かい合っていろいろ書いて、困難度困難度、はい、っていうとこからまず一番最初はスタートしますね。なるほど。これビトが書いたやつ、これ力持ちのやつがいても面白いね、こういう焼き係みたいなやつが面白いね、うまいね、やっぱ。あとは、まあ、餃子水をねパッパッパッとこうかける工程がありますので、こういうのが、はい、人間じゃないやつがいてもいいんじゃないかと。うん、王様こんな感じでネクタイをしててもいい、ね、ここはもう義王は諦めた、もう義王はもう義王は義王は敵キャラになっちゃいますからね、この世界に出てきたらで工場長みたいな人がいてもいいんじゃないかな、それからまあ楽しく、きっとこの餃子の王国の住人たちは餃子好きで好きでたまらないはずだから、うん、楽しく音楽なんて鳴らしながら作ってるんじゃないかなって、うんうん、できっと大きな餃子を作るはずだから、こういうちょっと空を飛びながらそのできた餃子を運ぶやつがあってもいいな、そうですね、こういうマシンがあってもいいし、でこれはあれだ、映画のアルマゲドンの打ち上げの前みたいにみんなこう意気揚々と餃子を焼き上げる、うん、釜みたいなところにスローモーションで入ってたら面白いよね、はいはい、お米好きなんですけど家に飾りたいぐらいで、まあ本当にこの工程を結構時間をかけてやったんですよ。なるほど。で、まあ、これも僕が書いたのと下手くそな方が僕ですねいろいろ混在してるんですけど、まあもう最終的には全然形にならなかったキャラクターやシーンがほとんどですね。すごいな。こういう機械的な工場にするか、どうやったら餃子が美味しく見えるかなとか、あとまあこういう消防士みたいなポールを降りてきてなんかみんなで急いでこう餃子を作るみたいなのもありだよね。ああ面白いね。こういうあんをかき混ぜる機械をこういう風にしてたくさんの人数かけて手動で回してるみたいな、うん、頑張ってる感出るかなって。いろいろ書きましたね。すごいな。これお二人でやってる時はどれぐらいこうやってるものなんですか、期間的には。こういうの1ヶ月ぐらいやってる、ね、1ヶ月やってるのこれずっと、すごいね。ドラゴンとかね出したらいいかなっていう話を思います。でもまあこれやっていく中で、まあ、最初はちょっと1ヶ月って1日の中で1日はもうずっとこれやってるんですか、他の仕事もやりつつ。その時はこれだけではなかったと多分思いますね、うん、だから朝一緒に2人で何時間2時間ぐらいやって、はい、でそれから2人それぞれ別になって頭の中で考えて思いついたのを守ってまた次の朝。すごいね。どんどん増えた、ね、増えた増えた。どんな機械で餃子を作っていったらいいのかも、まあ最初はすごい混沌としたところからスタートしていったんですけど、はい、うん、だんだんこう、そうですね、そこはクリエイティブディレクターの江口に相談しながら、はい、まあ、だんだん絞っていったと。うん、はい、で一つ決めたことがあって、はい、魔法は使わないようにしようと。それどういうことですか。あのですね、魔法を使ったりとか、じゃあでっかいモンスターが出てきて、うん、じゃあドラゴンが出てきて、はい、わって一発で火をやっちゃうとか、うん、それって、まあ
言ってしまったら簡単にできちゃうじゃないですか、まあ、省略してるというか、はい、で、まあ、子供に好きになってもらうっていうのが一つテーマとしてあったので、うん、まあ、それはそれで面白いかもしれないけど主人公が今回の場合、まあ、物が餃子だし、はい、主人公がなんだろう、スーパーマンみたいな感じよりも、うん、まあ割と視聴者に近い、うんうん、まああんまりうまくできないんだけど、はいはい、餃子が好きで好きでたまらなくて、まあなんかこけたり潰れたり、うん、失敗しながらでっかい餃子をみんなで頑張ってなんとか作る。なるほど。そういう王国にしたら好きになってもらえるんじゃないかっていうところを一個大きいところで。で、そういう意味で魔法はちょっとやりましょう。そうです、そうです。なるほど。で、あ、人力で餃子を、ね、でっかい餃子を作ると、うん、だんだんここからね、はい、近づいてきてるね。まあか餡をこねるそのボールみたいな、まあ、でっかい方がいいから、なんかこうですね、どういう風にしてやっていったらいいかなって、木こりのようにとか、これはちょっと面白いなと思うんですけど、大きい餡をドーンと飛ばしてロープをこう格子状に引っ張ってそこにぶつかるとバッとこうたくさんの細かい案に分かれてそれをキャッチする係がいるみたいな。すごいね、これ本当ギミック考えてるってことだからね。ね、完全に。で、あとこれなんかあれですね、きっと彼らにとっては餃子っていうのは、聖なるもの、大事なものだから、はい、一番最後の皮を包む工程っていうのはきっと聖なる場所で一番神聖な、ね、ホーリープレイスとかそう、で弓矢を交互に打ち込んでこの餃子のひだひだを作るなの、聖なる場所2って書いてありますね。まあちょっと何を考えてたのかなっていう、ね、うん、まあ、今となってはちょっとよく分かんないところもあるんですけど、これはうちはビートが書いたやつですね。あ、これはでもまだあれか、でっかいモンスターとかが出てきてる段階なんです。もうビート絵うまいよね、やっぱり。うまい。うーん、雲がふーっと変わる。そう、これ最初の方か。 でっかい、いやこれはこれで面白いんですよ、だから。うん、うん、すごいね。これはこれ作ってみたいんですけどね。大きいクマみたいなのでできて、そいつがハムッとこのボールを加えると、餃子の餡をこねていたこのボールから、キュッと空気が圧縮されてこう落ちてくるみたいな。でそれをこうなんとかしてこう運んでいって、こういう亀とかね、面白いもんね。まだあのそのピタゴラスイッチ、ああそうそう、ピタゴラスイッチ的に、ね、はい、でもまさにそうだよね、うん、ピタゴラ装置ですね、うん、あで、だんだん形になってきました。長いですね、やっぱりたどり着くまで。そうなんですよね。これは餡の材料をわ、ーっと細かく切り刻んでるところですね。うんうん、はいはい、最初ここにこの千切りマシーンに豚を直接入れたりするとどうなるか。それはさすがにね。だからこけるやつがこういたりとか、うんうんうん、この時まだキャラクターデザインができてないんですよね、はい、でなんとかしてこう餃子の餡をまあこねて、はいはい、で次は皮と包む、うん、合わせる工程、うん、そこまでどうやって運ぶか、こういうロープみたいなのに引っ掛けて渡すんですけど、まあ、間違ってこういうふうにあーってくっついてきちゃうやつも、うんうん、きっといるだろうと、こいつら細かい影が。からそれをじゃあひっくり返して、で下では、皮を伸ばしてキャッチするやつがいて、でこの皮はじゃあどうしてできるかというと、まあ、こういう機械で平たく伸ばされて届くと、うん、でこれはまだ最終的なところにここはたどり着いてないですね。最後のひだひだを作るところは、うん、まあ、なんかこういう感じかな。で、このローラーみたいな丸太をつなげた、ローラー滑り台なみたいなところを通って、はい、餃子が最後運ばれていく。面白い。でこういう、あ、だんだん気持ちよくなってきたね、映画ね。これ、まあ、餃子の、まあ、谷っていうふうに僕ら呼んでたんですけど、なぜ谷かっていうのも実は理由があって、はい、まあ、彼らは人力で餃子を作って魔法は使えないと、うんうん、
でっかい餃子を作るんだったらでっかい餡が必要だし、うん、でっかい皮が必要だし、じゃあそれを運ぶの大変だよね、うんうん、で彼らが使える力っていうのは何があるか、重力があるじゃないか、うん、だからあの谷のこう入り組んだ高さがない、高さを高低がないとあれだね、高低差を利用して上からだんだんこう下ろしていく、これならあいけるって、だからもう僕と人は完全にこの時点でもう餃子の王国の住人になってますよね本当そうだよね完全になってますよね、なってます、だからもうこの餃子スライダーと呼んでいたこれ、まああんと皮を一緒にした餃子をこのスライダーに流すと、あのまあ壁がこう自動的に狭くなっていって、まあ、重力を使えば閉じる準備ができるんじゃないかと。いやこれ行きたくなるよね、これ見るだけでもねちょっとね、行きたいね、うん、子供とか絶対喜ぶだろうなで、と同時にですね、コンセプトアーティスト、はい、これあのドイツのビトの知り合いのコンセプトアーティストに、うん、僕らのプランを話をして、いろんな場面を書いてもらったんです、うんうん、この時からトビーでね、トビーは、ドイツにいたんだっけその時は、うん、でドイツにいながら、まあ、ビトがコミュニケーションを取って、うん、だから餃子の皮を包むところ、横からそのお寺の鐘をつくような棒が、はいはい、ああいいね、餃子のあんを大砲で飛ばしたらどうなんない、いい、面白い面白い、餃子のあんをこねるボールはこれ、ああいいね、空中に浮いてるのは素敵やねっていう、まあそんな感じ、彼はさっきの絵を見て、いやこの時は見てないです、見てないです、はい、見てないです、うーん、で餃子を焼き上げる最後はでっかいフライパン、まあ象徴的なあの最後の存在としてフライパンを、ドンと出そうと、でフライパンをあの中心に囲んだ餃子のお城っていう風に設定しようかなっていう話で、それで、彼に書いてもらって、まあ、彼は餃子食べたことないので、餃子これ今だいぶ焼き焦げてる焼け焦げてる、ああ確かに、でもすごい、でそうそう、熊本は阿蘇山という有名な火山があるから、じゃあ火山の力を利用してやるあの餃子を焼くっていうのはどうだろうか、うん、あいいね、まあ、相当な火力がいるはずですからね、はい、でかい餃子を焼こう、はいはい、でそんなこんなであのキャラクターデザインのところもコンセプトアーティストのトビーいろいろやり取りをして、うん、最終的にこう固まっていきました、うん、で餃子の王様王様のヒゲは餃子のヒゲと、餃子の王様は餃子が好きでたまりません、餃子を食べるといつも笑顔で上機嫌、お腹が減ると不機嫌になることもしばしば、早く餃子ができないかな、このデザインはこれはですね、ベースは、まあもうこう2人で、でこれに関しては僕が書いてます、うでこれは、僕がラフが線画を描いて、ビトとあとそのコンセプトアーティストの方に、うん、あのブラッシュアップしてもらった、でいろんな商品扱ってるので餃子の王様だけじゃなくて、なるほどね、シューマイ王妃だったり、それがここで生きてくるわけですね、工場見学の、そうなんです、シューマイ王妃だから、まあ、グリーンピース的なベルトしてるよね、はいはい、あ肉まん大臣、肉まんっていう体が肉まん、うん、じゃあこれあの春巻き、春巻きね、これなんだ、うん、春巻き将軍って言った、あそうです、で餃子の王国の住人たち、でこの線画が僕ですね、あこれは僕が色までやったのか、で、まあ、工場見学に行ってあのなんていうんですか、スーツを、そうですね、はい、着て、これそっから来てるんですか、はい、なるほど、なのでまあ彼らはなるほど食品なので清潔感大事なので、な作り手たちは餃子ハットのついた全身スーツを着て工場で働きます、衛生管理もバッチリです、すごいわ、やっぱ付箋がすごいねここに生きてくるねここに来てるねいやすごいわ、で、他の作り手たち、まあいろんなキャラクターがきっといるはずだから、うん、じゃあ、長い腕のキャラクターもいれば力持ちのやつもいたり、はい、まあ工程管理が得意なやつもいれば、うん、もう一番右のやつとかですね、
実際出てないんですけど、あの普段は空気のような存在だけれども餃子作りには彼の長年培った熟練の技術は欠かせませんと、まあ、それがあの工場のスタッフさんを見て、うんうん、きっとこの方たちはすごいあのスキルを持たれてるんだろうなっていうそっから来てます、ね、なるほど。で下が僕が描いた線画で、ね、あの上が、まあ、ビトとあのコンセプトアーティストのトビーで、はい、あの一緒に話して、まあすごいキャラクターデザインのこうブラッシュアップのジャンプ具合がすごいなっていうで、まあ、これを全部あの餃子の社長さんにお見せして、はい、ノー NG で、うーん、修正なしで一発 OK。 でもこれバーッと見てきたらもうねえ、だってもう納得するよね、この先見たいみたいな見たいと、早くアニメーション見たいとかね、うん、これが動くのを見たいって感じですよね、うん、ワクワクするよね。でキャラクターができましたと。なるほど、いやすごいね。で餃子の工場も、僕がさっき描いてた餃子の谷の絵から、うん、まあ言ってしまえば翻訳をしてもらったというか、あのよりいいビジュアルに、なるほど、案を作るところはこんな感じで、それを大砲で飛ばして案をキャッチするところはじゃあこんなところで、自然モチーフの、 その、まあ、自然にある木とか、ツタとか、うん、そういうので作ったあの工場にしようということを決めたので、まあ、その辺のディテールまで含めて、ビトとそのコンセプトアーティストにデザインの細部を詰めてもらう。まあ、それぞれ設定はもう細かく考えてますね。もうこの絵が来た時はもう、わーってこう思わず歓声を上げちゃったんですけど、うまいですよね、皮を伸ばす機械、餃子の皮を閉じる場所で、これはあの餃子の最後、餃子とは彼らにとっては聖なるこの、ね、近い大事な存在だから、うん、最後形ができた餃子っていうのはこの餃子の門をくぐってフライパンのある広場に行くようにしようと、うん、まあここでもまだ餃子焼け焦げてますけど、ね、そこだけはちょっとねしょうがない、そう、トビー食べたことないから、食べたことないから、だからアンドレとリザがまず日本に来た時はあのまず餃子を食べるところがあるんですよ、はい、っていう感じで大体企画、大枠が決まって、うん、ここからストーリーボードアニマティクスの工程になっていきました。なるほど、はい、じゃあそれを早速、じゃあこれ最初絵コンテを描いて、はい、それを、ムービーでつなげた、まあ、ビデオコンテというか、うん、そういうものになります。もう歌できてたんですか。歌は本当にもう、うん、企画と同時に進めていたので、なるほど、ちょっとだからバージョンが違うという、うん、1分バージョンで歌をもともと作ったんですよ。で餃子のお店でも流すっていう、うん、はい、でお店でずっと流して来た人を覚えてもらうっていう、で CM 使うのをじゃあそれを30秒にまとめたものを流そうっていう、はい、うん、なるほど、だからこれもう一度ちょっとストーリーボード流したいんですけど、はい、結構あの最終形とファイナルと違うんですよね。なんとなくここは同じです、うん、でもまあこれは微妙に違う、でもアングルとかカット割りとかアニマティク作るとき、そうだね、だいぶいろいろ変わりましたね。大きな流れは同じなんですけど、終わり方の感じもまあちょっと違うっていう、まあこっからスタートしました。でこれをまあこれでとりあえず行こうと、はい、で、アニマティクスになります。おー、なんかでも結構、うん、ね、結構なクオリティで作ってる、
このシーンのもうレイアウトベースは全部ビトが、マックスでやってますね。ああそうなんですね。おお、まあ割と完成形が見える。もう本物じゃないですか。でもまだ細かいところは全然来てなくて、でこのカラーはな、何バーテックスカラーか。バーテックスカラー。バーテックスカラー。バーテックスカラーで、まあ後で多分ね。うん。要はまああのテクスチャーじゃなくて、はい、あのバーテックスで表現してる。はい、そうです。まあ、できるだけライティング、光とか、はい、影とか、うん、あの雰囲気、うん、あのアニマティックで決まりたい。うん、見るためにですね。よくね、アニマティクスだとやっぱ灰色のモデルのままやってるとかって、はい、結構アニマティクスプレビズみたいなね、うんうんうん、あるけど、確かにこれだとね、すごい色合いとか、そういうのもわかるし。で、途中から僕がそのデータを引き取って、うん、僕がマヤで、はい、最終的なカメラワークと、うん、カット割りと全部細かいタイミングも、フレーム単位で、はい、もうそんなフレーム単位でやるなって言って怒られたんですけどまあでも結構やっぱりレンダリングに相当な時間が最終的にどのぐらいかかったっけ、はい、1フレーム6 hours? まあ、あの1枚ってね、6 hours もあってね、うん、一番かかったところでその6時間ぐらいかかったので、うん、まあそうなるとカットにのりしろちょっとつけてレンダリングして一番最後に編集みたいなのってなかなかもう難しい、うんうん、だからまあ先にもうあの決めたからって、だからまあ僕はビトに怒られながらちょっともうちょっとカメラ触らせてさせてくれって言ってずっとやってた。そう、僕はマヤでマックスで作ったモデルを全部インポートしてマヤでやってますね。でこれはだから僕がそうやって最終的にやっていったまあもうアニマティクスというかもうなんかねもうかなりそうですね、アニメーションもキャラクターのアニメーションもついてますね。あーもうなんかここで大体完成形が見えたというすごい段階ですね。そうで最後これはあの、まあ、青いちっちゃいやつはギョッチって言うんですけど、はい、あのギョッチがあの、まあ、失敗して餃子と一緒にどんどん落ちていくじゃないですか。で あいつどうするみたいな決まってなかった、はい、決まってなかったんですけど最終的にはですね、釣り上げられ、はい、助けられるっていう一緒に焼けちゃったんじゃないよと、まあ、ここのアイデアがずっと決まらなくてでもそこをあのずっと悩んでる時間がなかったので、うん、もう人からお前なんとかしろって言われてまあ結局あのじゃあオチもこれでいこうって僕の中で決めて、まあ、すごいね。でもやっぱそんだけ考えてるもんなんですね。いやなんか僕らからしたらねそこいいんじゃないかないやいやでもこいつこういうのが重要だったりするんですよね。どうするか決まらなかったんですよね、うん、すごいな。だからもうそうですね、まあ、僕もディレクターまあディレクターとはいえモデリングからアニメーションとかカメラワークもやってるんですけど、まあここのじゃあ釣り竿のところはまあ自分で考えたアイデアだからじゃあモデリングから全部するよみたいな感じでこうやるという自己責任プロジェクトですね。すごいすごい。そこは池田さんはマヤでモデリングとか。はい、そうです。で最後それはマックスに取り込むっていう感じ。なるほどね。だモデリングは僕はまあマヤを使ってたのでマヤでやって他のシネマ 4D を使う人はシネマ 4D でモデリングしてで最終的にシーンを全部 まとめたのは後からビートの話であると思うんですけどマックスです。本当だ、うん、助かってる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 、うん、そうそう助けられてる。これでまとまったなるほど。隙がないね、だから確かになんか聞けば聞くほどやっぱそういうもんなんだね。で、ここで一度完成版を見っていただこうかなと、はいはい、いや、ほんとすごい。
本当なんなんだろうね、このタッチっていうかさ、うんうんね、この雰囲気というか、やっぱ出てこないね、うん、日本で。すごい綺麗。例えばなので、まあ、モデリングとアニメーションの部分は、僕だったり他 の風車の大久保さんだったり、はいはい、うちの生島だったり、まあ、カオルさんもそうですけど、はい、日本人参加してる、うん、でも、ライティングシェーディングからコンポジット、ここのところは全部もう CG 的な絵の完成させるのも美と、はい、ああ、うん、なるほどね。これは正直僕できないなと思いました。いやー、ほんとすごいな。なんていうんですかね、色の感覚がちょっと違うなというか、うんうん、まあ、日本人と言っていいのか分かんないです、うん、まあ、僕と美との違い、はい、だからまあ日本人よりも、まあ、多分歴史を考えると西洋の絵画で油絵が、うん、写実的なああいうたちでこう、うん、ね、絵が発達してきた歴史があって、日本はもう絵巻物の頃からフラットなスタイルだったりするじゃないですか、うんうん、そういう文化の違いあるんじゃないみたいな話もちょっと しつつ、まあでも今回はこういうとはもう全部人にお任せです。いや、素晴らしいね、素晴らしいね。で、まあ後ほど人からより具体的な話はあると思うんですけど、はい、うん、まあ、このプロジェクト実はこれ CG だけにとどまらず、ウェブも作っております。お、はい、これも空気さんで。そうです、僕ディレクションで、僕はもうさすがにウェブまでは作らないので、はいはい、まあディレクションされてっていうことですね。で、餃子の王国とはっていう説明があったり、はい、こういうキャラクターの説明があったり、うん、そういう CM の特設サイトを作っていますね。それから、ここに、はい、あ、これですね、はい、3D プリンティング、フィギュアを作って、これは実際の、そう、さっき通販サイトっていうふうに申し上げたんですけど、はい、工場の、まあ、本社のところで直営店も出してありまして、そこにお店にこの 3D プリンターで出力したキャラクターを、はい、置いてあります。こういうの出したり、2D バージョン、これ僕デザインしてます。で、これで通販で出されるカタログとか、はいはい、お店 の, そのチラシポップみたいなのに、まあ、かっちりしたバージョンとちょっとラフなバージョンとか、うんうん、まあ彼らがそれ出てきて餃子うんちくをちょっと語るみたいな、うん、面白いよねっていう。で、まあ、実際お店 の, 一角にその販売コーナーがあったりもするので、うん、そういう、これなんポップですね、はい、ポップもそうですし、この下の部分のなんだろう、腰膜って言ってたかな、まあまあこういうものですね、うん、あと左側これ旗です。すごい、もうできてんのね、こういうふうに。で、これ没案なんですけど強烈すぎるお店がもしお店できるんだったらこれできましょうか。まあまだ早いですね。一周されました。でもすごい、まあ、つまりちょっと CM だけじゃなくてもいろんなそうです、ね、そのブランディングっていうか、はい、とかも含めてやっぱデザインされてるんだなってのは、はい、すごいね。でもやっぱりなんかびっくりした、やっぱ細かいね。細かい設定が最終的な絵にの完成度を上げてるというような、はい、だから多分企画の経緯をちょっと時間を取らせていただいてお話ししたのは、うん、はい、やっぱり一番最初のところから僕とビトで、うん、まあ、餃子の王国の住人になったつもりで、うん、こう細かいところを考えて、ね、で自分はこれが好き、あれが好き、うん、いやこれはこう思う、ちょっと違うと思うっていう話をしてきたところが、まあ、最終的な指示に、うん、多分結構つながってるんじゃないかなって、いや、うん、そう思います、っていうところは、うん、結構大事なポイントだったので、うん、はい、お話しいたしました。了解でした。じゃあここまでで、とりあえずもう、はい、企画プランニングパートのところで、実際じゃあこの後実製作の、ね、CG の方で、はい、どう CG ができていったかっていう、はい、うん、ところを、ね、うん、掘り下げて、さらに掘り下げていただきたいと思います、はいはい、はい、どうもありがとうございました。じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、それではですね、メンバーが変わりまして、これからはテクニカルセッションの、方に行きたいと思います。私、オートデスクの曽と申します。よろしくお願いいたします。それでは、
メンバーの方々のメンバーチェンジした、はい、まあ先ほどと同じですけれども、ね、はい、じゃあ池田さんからよろしくお願いいたします。はい、引き続き、映像のディレクターをやっております池田です。よろしくお願いします。空気のビートアニメーションディレクターです。よろしくお願いします。空気の古川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半の部分でいろいろ企画段階の話とかですね、はい、すごい面白いお話をお聞かせいただいたんですが、じゃあこれからちょっとテクニカルパートということで、そうですね、はい、ビートにバトンタッチをしまして、はい、英語で、英語で、日本語で、英語で、日本語で、英語で、はい、じゃあはい、so before Ikeda-san's talk looked like we had a lot of fun and indeed it was fun.But it wasn't clearly visible what kind of challenges were involved in this Gyoza project and in the following project, which is the Norway project. So I want to go into that a little bit. And it's not that we used like some very fancy technical tools or techniques. So in fact, all the techniques that we used were pretty much pretty straightforward.OK、ちょっと言っていい？まあ、僕が先ほどお話しした企画 の, あの中では、まあまあ、かなり楽しんでいろいろこうプロジェクトをやっていたように多分思われたと思うんですけど、まあ、実際は結構やっぱいろんな問題があって、まあ、それを実際にどんなチャレンジだったのかとか、うん、CG を作る上で、まあ、そういうのをお話ししたいと思いますと。で実のところそんなにその技術的に、ものすごく何か革新的なものをテクニックを使ったわけではなくて、うん、まあ、それはこの餃子でもそうですし次回のこのあとお話しする丸井のプロジェクトでもそうですと、まあ、いわゆるもう真っ当な CG としては真っ当なアプローチを、うん、したプロジェクトでした。多分そんな感じです。Your English is good. Okay, so those two projects, like Gyoza and Marui, were very unique projects for myself, but also for Kuki. And when I say unique, it's, as I said, not because of the technical methods we used,but more because it was an intense collaboration between two countries. OK, ちょっと待って。まあ、空気にとっても、ビトにとってもすごくユニークなプロジェクトでしたと。で、まあ、ユニークっていうのは、僕がビトが思っているのは、まあまあ、特に、2つの違う国の、まあ、そのが一緒になってやるというその点です。So you might wonder why it would be a challenge. I mean, there are all sorts of collaborations between East and West in all sorts of areas, be it music, film, even in the politics or economy. All sorts of collaborations out there. So the keyword here.Is perception. What is perception? 感じ方。ああ、まあいろんな分野でそのコラボレーションっていうのはあるけど、今回まあ経済にしてもそうだし、音楽にしてもそうだし、まあ今回のキーワードコラボレーションのキーワードは、まあ感じ方、ものの感じ方、認識の仕方みたいな、捉え方みたいな、そういうことでした。So when I say perception, what I mean by that is people have different ways of how they perceive things, be it color or shapes, form. And to understand that, we must first ask the question, for example, what is beauty?まあ、形とか色とか、まあ、いろんなその感じ方あるけど、
まあまずもって、大事だったのは、何がその美しいかっていうこと。And if you have ever asked yourself the question, what is beauty? And I think you might have asked yourself that question before, but maybe on a superficial level. Because see, when you ask, is this beautiful? How do you decide whether something is beautiful or ugly? I mean, it's a very important thing now, because isn't that we accumulate memories and doctrines and experience, and therefore we create our image of what we think is beauty. まあその過去の記憶とか、まあもういろんな要素が複合して、まあ、美しさっていうのは決まると。大体そんな感じ。短かったね。わかんないよ。はい。So let's, we don't have so much time to get deep into this, and yeah. まあまあ、so, but let's assume that beauty depends on the way, on what we have experienced, what we have learned, and on our past, our memories, and all of it. Let's assume that. Now, if you go to a different country with a totally different culture, so let's say Japan in our case, so those people, Japanese people, they grew up totally different than we did, we Westerners. So they have different toys, for example, you know. They have all sorts of different things. They have different food, you know. They have different jokes. So isn't it that now, if beauty depends on our experience and on how we grew up, isn't that there's a difference in what we Westerners perceive as beautiful and Japanese people perceive as beautiful? So there's a big problem here. もし美しいっていうものが経験とかも過去のその記憶に基づくものだったら、まあ西洋も東洋も遊んできたおもちゃとか、まあ、全然違う、食べ物も違う。だからまあこれはすごく重要な問題になり得ると。And in fact, that was one of the problems that Ikeda-san and myself had when we started with Gyoza. だから餃子を最初始めた時、この二人の間でもちろんそれは問題になりました。So as Ikeda-san said, we were sitting together at the table and or desk, and we were starting to draw.To make concepts, to develop the whole project, the whole gyoza world. And the first time we looked at our sketches that we have done, it was more like an, I don't like this shape. Oh, I don't like this color. I don't like this. And this looks beautiful. No, it doesn't look beautiful. It's, you know, so we had this division. We were separate.Although we thought we were working together, we did actually not. So we had to find a solution or a way how to actually create something, a product that would work as a whole. Because at the moment it wasn't a whole, it was just some mix up of different styles and, you know, personality, you name it.まあ、もちろん最初も本当いろんなこれが好きとかこの形好きやこの形嫌いっていうそういう最初はもちろんそんな違いでしかなかったのでまあそれを2つ合わせるようなまあ解決方法というかまあそのポイントを探るところから始めました。And it actually didn't took too long.まあ、結構早く行ったね。そんなに時間はかからなかった。When I think we both unconsciously realized that we have one big problem, and that problem is, I call it acceptance or not acceptance. So there was this barrier between us.
And we knew that we had to get rid of this barrier. So the opposite of non-acceptance is acceptance. So that was actually the answer, to accept the other person's cultural background and all of it.まあ、実はそこに特に難しい方法は、ないっていうことに、まあ、2人ともなんとなくもしかしたら好きなのがちょっとあの育った国とかは違うかもしれないですけど似てるところがあったかもしれない。でもそこを無意識的にあのこう、まあ、お互いをこうの意見をこう単純に純粋に受け入れるみたいな、そこに至るまで、まあ、それが答えでしかなかったかなっていうこと。 Yes、はい、So...The more you think about things, the more confused you get. So, in our case, the main problem was really accepting that we are different. And the thing is, you might ask, okay, you have this difference, you have this big cultural background difference, so what can you do about it? But actually, you don't have to do anything but to accept it, because once you accept it, something amazing happens.Once you accept, what happens is that you open up. 一旦その自分と違う意見っていうのを受け入れると、何か期待していなかった面白いことが起こるっていうことが分かったと。So, and it was actually from that day, if I can say so,that we actually started to actually work together. And it wasn't like, okay, your style is different. I don't like this style. I don't like this shape. I don't like this form. It wasn't like this anymore. So through that acceptance, we started actually to create together. And I think you can see it when you watch the movie. You can see that it works as a whole. So you cannot say,Hey, here it looks Japanese, or here it looks Western or German, you know? So I think if some of you guys out there think about working with a studio abroad, then this is a very important thing to accept that there's this difference and to make the best to make a use of this actually, because it's a very nice thing to have those differences and to actually,Mix them up and make something new out of it. まあ、映像を見てもらって分かると思うんですけど、まあそのまあ、ライティングのところは海外スタイルかもしれないけど、まあ、いろんなその、キャラクターデザインだったり世界の考え方だったりそういうのはじゃあこれが日本っぽいとかこれが西洋っぽいっていうのはビトはもうないと思ってると、まあ、お互いがあの受け入れ合うことであのユニークなものができたと自分は思ってますと。でそれはあの海外のスタジオにこれから、行って働こうと思う人にもとても重要な考え方なのでぜひあの、まあ、CG の話ではありますけど、ぜひ覚えあの知っていてほしいことです。 So、as I said we didn't use some really extraordinary techniques and whatsoever to create this movie or film. It was straightforward, but the main focus for Gyoza was actually the funny characters and especially the backgrounds. So about the characters, the characters don't represent like a human being.So it was actually fun to create and design even like crazy things, you know? Mm-hmm. It's different when you have to create like a human character. It's much different. まあ、まあ、餃子の場合は、まあ、ユニークなそのキャラクターがあって、あとは、まあ、いいバックグラウンドがあると。背景、環境デザイン。で、まあ、先ほど申し上げたように、そんなにあの何か新しいテクニックとかを作ってる使ってるわけではなくて、まあ、そのデザインのユニークさがポイントなんだ。Yes, and for the backgrounds, for example, there went a lot of thinking went into the backgrounds because they had to be functional. So the plan or the idea was that the characters would not use tools that humans would use. So
But still, it needed to somehow work, or at least it should be believable. Mm-hmm. So a lot of thinking went into that process, and this is very different from the next project we're gonna look into. So for now, I just want to show you a little bit of the thought process that went into this Gyoza project. And as Ikeda-san said before, we are always holding dailies every day to see what we did the day before. So we have a lot of previews and all the files. And I think I'm just going to walk you through. Okay. And as you can see here. じゃあまず例えばキャラクターで言ったら、まあこれはあのリアルな人間の形をしたキャラクターじゃなくて、まああのデフォルメされたキャラクターなんですけど、まあこの世界に存在するっていうリアルは、作っていかないといけないと。まあそういうところをお見せしたいと思うんですが、僕の先ほどの、話の中ではあったように、デイリーズっていう、ミーティングを毎日やっていました。で、まあその時のデータを見せながら、どういうふうに CG を、作っていったかっていうのを、お見せしたいと思います。So, although we had this 2D sketch of the whole landscape, it proved really difficult to actually think whether the cameras would work like this or not.So we kind of needed a 3D mock-up of the whole landscape in order to see whether our cameras work and where we place our characters and all sorts of things, how we do place the light or something like that. And for that, we actually created Layout のことね。something that I call the environment sculpt. And I'm going to show you how this looked like.まず最初全体的なレイアウトを決めると、どこに何があってキャラクターがどこにいてっていう、まずそういう工程、これ一番最初だよね。はい、うん、yes. So yeah, here we started the first character. はい、これ王様ですね。 Blocking, nothing really fancy, but well, it was I think to define the shapes and all this if it would work andこれビトが作ったんだっけ？これアンドレだった、ね。これアンドレか。アンドレだったね。あ、そう。And then also Lisa started the leader. うん、そうでした。Doesn't have eyes yet. うん。まあアーティストによって使うまあツールバラバラなので、ある人は G ブラシでざっくりモデリング始めたり、ある人はまあCinema 4D で、まあ本当モデリングの一番初期の段階。And I made this guy. Vito はこれ。So this was actually the first character where I felt like this is going to be like really, really funny. Mm-hmm. So where it started to actually come alive inside, you know. まああのこのキャラクターすごくあのお茶目とかファニーな感じになると思ったので、その辺はすごく意識してます。大体王様は2日、3日、3日ぐらいかな。I don't know why his eye is closed here. なんで目閉じてるんですかね。So, as I said, we didn't use like very special techniques. For example, the eye here is a very simple technique that we use I started with Max, I think. So it's mainly a sphere here, which you can simply...where you can simply use the slice function. And I close it. So. So you can simply use this, and after that, you could go in add an edit poly, for example, and simply cut this out. And then you could add a shell, and on top of it, a turbo smooth.And as long as the poly count doesn't change, you're actually very flexible and you can do something like this, of course. And you could use scripts and morph targets using displacement maps to even bring this further. You can still go in and adjust the
amount of the shell? まあ今お見せしているようにその特別何かあのスペシャルな機能を使っているとかいうわけではなくて、スタックを利用して複雑なアニメーションを作っているということですね。Very simple. はい。まあ、この時言ってたのはちょっと顔が赤すぎるから王様が二日酔いみたいに見えるよねみたいな話をしながら、まあそういう結構細かいコミュニケーション大事でしたね。Yes, and so about the environment sculpt. What I mentioned before is this is like a cutout of the whole environment sculpt, and we just brought this into Max.And now we would go in and just add those, you know, those models. さっきの 3D コートからこれ持ってきたモデルになります。A big challenge here was actually the rocks, because at this stage I think we didn't know yet how to make the rocks. So, so この世界観のあの雰囲気を作り上げる上でこの岩のデザインっていうのがすごく重要だったんですよ。はい、でこの時点ではまだそのどんなテイストの岩にするかっていうのはまだ僕と人の間でもあのはっきりとは見えてなかったですね。実はまあこれからその作っていく上で結構な時間をそこに人やっぱりかけてもらってもうビトロックを作ってもらったんですけど。ビトロック。はい。Yes, and at some point we actually had a few characters here. So this is the king. で、ここら辺でできてきたね。And this character here, the minion, at this point was still a little bit. we didn't know exactly where to go with this. Something it looked cute and funny and creepy at the same time, but something was somehow missing. なんかそう何かが足りないと。これ僕はモデリングしたんですけど、でもここから最終的に、まあ、全体を見てもそうなんですけど、まあ、まああれかな、一番メインはこのひだひだ具合とか、あ、餃子の、あの餃子スーツの餃子ハット、餃子ハット、はい。So everyone has this 餃子 element here. The king has it in the beard, and this one a little bit here. はい。He's a female.So here we felt that it needed to be a little stronger. で、まあ、最終的にはそこを、ジブラシでその辺のディテールは、ビトとアンドレが作っていくことになりましたね。So here I have to import this.Because you made it in Maya, ね。そう。あ、そうそう。あ、どっか行っちゃった。So I think this was the final version. うん。でまあ、ベースは、2、3日ぐらいでできたんですけど、ここからデザイン的なクオリティを上げるのにまたさらに何日かかけて、実はこのちっちゃいキャラクターってあれなんですよ、フェイシャルアニメーションしてないんですよ。あ、そうなんですか。はい。でもここでしっかりしたデザインを作ることで、まあ、あとこの表情が結構良かったなっていうのもあるんですけど、まあ、結果持つなっていうこれスカルティングでこうデザイン決めて、でマックスなり前なりこう送り込むじゃないですか。リトポロまではジブラシとかではやらないんですか。リトポ、リトポロジー。まあ、mainly because these are very simple characters, we did not retopologize. まあ結構シンプルなキャラクターだったんで、初めから綺麗に。まあ面を作って。はい。So,I think for the big guy for this guy here, for the wrinkles, こういうシワとかですね。We tried it in ZBrush from the first moment on to sculpt it in and to see how it looks, but mainly, I think we made everything in
in the X-ray or Maya Cinema. まあそこまで複雑なキャラクターじゃなかったっていう。So at some point we started with the arena. だいたいこのモデリングでどのぐらいかかったっけ ？Which one? For all. Do you remember? Exactly. 1ヶ月以上はまあそのか、まあでも環境を含めるともっとか。もうデザイン決定するまで。そのデザインのディテール。じゃあ葉っぱを生やしたりとか、うん、そういうところはもう一番最後までそうやってましたね。もうレンダリング工程入ってちょっと仮でやって、うん、そうですそうです多層とかっていう。そうですそうです。Yeah, so this was the first blocking of the arena. 最後はあのフライパン広場と僕らが呼んでるんですけど。The king is in here. ちっちゃいね。It's wrongly aligned, no? Yes.And also the closer. I should have made a scene here. This was done in cinema. これはシネマ 4D でベースを。そっか、最後までシネマ 4D。Yes, but they changed. Lisa switched. So, yeah, it's here. Now you can see this is the sculpt. And then the modeling artist started to bring in some elements and to see how it works. I was really, it was kind of tricky. It was a little difficult.まあ、最初スカルプトでやったモデルをこうやってインポートしてやっていくと。で、綺麗にしていくと。はい。その時点でデザインの細かいところはあのもうやりながら決めていく感じですね。あ、これはリザが作ったやつですね。まあ、あの僕が思ってるよりも海外のアーティスト、あの僕もともと多分海外のアーティストはスペシャリストなん、ごめん、なんだろうなと思ってたんですけど、まあ結果は、まあ、ジェネラリストだったっていう。なんでも一個だ、はい、もちろん得意なところはそれぞれあるんですけど、こういうモデリングやってもらっても全然上手だし、うんうん、すごいなと思いました。スピードも速いし、ジェネラリストありきで特にこれが強いってところにフォーカスして仕事やってるみたいな。Yeah, so this was actually done very quickly. でもこれ皆さん、例えばマヤ使ってる方もいるし、はい、池田さんマヤ使って、そうです。で、ビートさんはマックス使ってて、はい、で、シノマ 4D 使ってて、はい、そういったデータをこう共有しなきゃいけないときに、ああ、そうですね。その中間フォーマットを何か決めてやらないとバラバラになっちゃうと思うんですけど、はい、フォーマット的には何を使ってやり取りをしてたんですか ？To export? Yeah. Yeah.For the models, of course, we just used simply FBX. FBX. For the animation later, we used Alembic. じゃあモデルデータはもう FBX で使うけども、はい、モーション入ったら Alembic。はい。モーション付きだと Alembic。Alembic。はい。Yes. And so this was a very early rendering of the arena.、この頃からちょっとまああのライティングを少ししながらモデル作りを進める。It was very first one. そうね。Yes. And then we had this new character here, the minister. ああ。肉まん大臣。肉まん大臣。肉まん大臣はこれ和歌山さんに作ってもらったんだっけ？Yes. ああ、これはあのゼネラルアサヒっていう CG 会社さんの、はい、和歌山さんモデラーの方にあのデザインをデザインをお渡ししてモデリングしてもらった。そういうキャラクターもいます。Yeah, this was just a, basically a side character, so
He didn't get too much love. 一番メインとなるキャラクターでもやっぱり僕らでやるという。Mm-hmm. So and this I think was already the final.Oh. So this is all like a model from the sculpt. And here we... 最後のお城とフライパンが出てくるところですね。Mm-hmm. これもスカルプトのモデルをで作ったモデルを with the gate. はい。So, yeah, we started to... 落としてきたところ。Fix the layout. But very simple. I mean, it's really nothing special.So it was all done using textures. Mm-hmm. And here we knew that we wanted to have a huge crowd. Mm-hmm. So at this stage we were thinking whether we should do this in compositing, copying, like... ここにはまあ、最後餃子が出来上がったのを喜ぶ大観衆を入れる、はい、ということをもう決めていたので、モデルとしてはもう本当にシンプルに、まあ、ルックを上げるためには最後もうコンポジットでやろうと。うん、監修も 3D で全部作ってるんですか？監修を 3D で作ってます。作ってるんですけど、あれレンダリングしたっけ？コンポジティングで入る。Yeah, we rendered bits. あ、別々でレンダリングして、でそれをコンポジットで複製して。はい。So, was actually.Also UV mapping、mm-hmm. these things, so every little part here was probably unwrapped. まあ、ここからモデリングと同時にやっぱりUV を。こんだけパーツあると大変ですよね。UV 開くの本当にきつかった。So we used 4K maps and a lot of.マルチ UV タイルか。Actually, under textured in Mari. He used Mari to texture. Mari でテクスチャーを描いてます。で、4K ぐらいの解像度で。そうです。平均してですか？大きいやつだとどのくらい？まあ、基本 4K だよね。基本 4K。Yes. もっと大きいのあった。なかったかな。多分マルチタイ使ってるから。フォトショップとか使わないですか？テクスチャーとか。フォトショップなんかアジャストするとき使ったんじゃない？フォトショップ。まあベースマリで描いてる。はい。でそこはライティングアーティストのアンドレ。大体アンドレ。うん。これもさっき聞きましたよ、ね、なんかテクスチャーは誰か一人決めて、そうですそうです。そのなんか色のトーンとかを合わせるために、はい、まあそのマテリアルも一緒にやっぱりこうやっていくてい、シェーディングもテクスチャーも、はい、担当を決めてそれから全部やると、はい。そうですね。Another leader、この人はリーダーですね。餃子の皮と餡を合わせるところの工程を管理するリーダー。うんAnd finally, I started to try with the rocks. で、そういうベースができてきた、段階で、ビトは、まあ、この世界観の肝となった岩のモデリングをスタートさせました。So with this one, I actually like the shapes, but I didn't like the textures. Although I like these lines, but at this moment, I still didn't know exactly.形はいいんだけどテクスチャーがいまいちだなみたいな、まあ完全にもうゼロベースで岩は全部作ってます。それは 3D コート作った 3D コートで使ってますね。で同時にマットペインターにもお願いしないといけなかったので、まあ結構作業が押してたこともあって、はい、まあ、岩山のデザイン決まらないとマットペインターにお願いできないと。でまあいろんなこうサンプルの画像を後ろに敷きながらこういう雰囲気かなみたいな。
Yeah, and this is one of the first renderings with texture. I don't know why the V-Ray logo is up here. Maybe we just lost the deep version. And we always took some random pictures and tried to make a mock-up of how it could look later on. And when I saw this picture, I thought it looks good, but it looks a little bit like in a fantasy cinematic. Too realistic? It wasn't really the Gyoza world. So I think we also here we tried actually a lot. いろんなこうトーンをこの辺から探りながらモデリング。もう全体のライティングとかシェーディングのトーンに合わせてマットペイントを描いていくみたいな。一応そのコンセプトアートはあるんですけど、まあもうそれを実際はどうするかっていうところは、もう一回トライするっていう。Yeah, the problem with the concept art, they look great as a concept art, but if you actually look at them, they're beautiful, but for some reason they look a little bit too dark for Gyoza. コンセプトアートとしてはこういう絵はあのすごくいい感じに見えるんですけど、実際作っていくと、まあ、あのちょっとこう汚く見えちゃうところとかこのまんまだとあるので、まあ、トーンはもう一回探り直す必要がありますね。これのコンセプトアートはビトさんが描かれたんですか？これはですね、ビトじゃなくてトビーです。トビーさん。ビトトビトビトトビそう、あ、ドイツ人ですね。はい、うん、じゃあ そのトーンはまだまだいろいろ試してみないといけないと思うんですね。はい。And closer is finally coming to an end. だからもうこのデータのファイルナンバーがバージョン90とかなってるんですけど、このモデル、もうあのなかなかやっぱ決まらなかったんですよね。Yeah, this was really difficult to plan this device. 基本あれですか、お仕事終わった後でもこういったアーカイブは全部残しておくんですか？そうですね、はい。あ、この時は、まあ、そのサーバーを一つ用意して、で、それネットワークでつないで、それでデータを全部管理すると。で、ファイルのネーミングコンベンション、名前付けのルールも、もうビトのルールに乗っかってみんなやるという。もう決めて。決めて、はい。So here the same rock that I had before, just with a different texture. まあビトはもう長いその岩を作るたびにこの時出てますね。もう。So I think we both like this one here. This texture and shape.This was too complicated. はいはいはい。どのぐらいのディテールにしようかっていうのも、あの同時に決めていく感じですね。そうでしょうね。リアルにすればよしってわけじゃないですね。はい、そうですそうです。餃子の王国にとってのリアルってどのぐらいなんだろうかっていう。Yeah, and then we also came up with the, having the green toppings to make this a little bit more healthy and tasty. まあ、餃子が美味しそうに見えるっていうのも岩と苔を、はい。Yes, and it was now that we finally got the first renderings from the mixer. そうそう。この辺から、もうテクスチャー質感付け。ここからはだいたい基本そのアンドレやってますね。ただこの時ちょっとあのディテールはトゥーマッチなんじゃないとか言って、Yes, we had a lot of discussions about discussion, fight discussion ですね。Andre would like a lot of details. やっぱりあのアンドレはすごくもうあのアーティストなので、ディテールを作りたがる。So new rock try out. So we went to 大分。大分。And there we had a very nice place. It was
nice、あの大分の湯布院っていう温泉地があって、はい、まあ、そこにあの知り合いの、まあ、別荘みたいなところに行かせてもらって、でそこにいい岩があったんですよ。Yes, I really like rocks. もうこの時もうかなりロックフェチに人はなってます、ね。I was sleeping on a rock. もう岩の上でずっとこう寝てましたね、人は。So I made this my pre-comp color corrected version of the planter and put the rocks in here to see how it would look. 背景の絵はまあなんかどこから持ってきたサンプルの絵なんですけど、まあ、それの手前にモデリング終わってるやつを乗っけて、でそのさらに前に岩を乗っけて、まあ、これとは結構ファイナル近くなってきたね。So yeah. そしたらファイナルのイメージの絵の雰囲気の上に置いてどう見えるかっていうのを、はいはい、からまあその 3D データ的にっていうのはもちろん大事なんですけど、うん、まあ、印象をこうコントロールするっていうところを一番大事に置いて、まあ、デザインをしていくっていう。 So here we can actually see nicely that this one really matches, you know, こっちよりもこっちの方が自然に溶け込んでる、はい、really matches. That's when we decided this one、うん、このぐらいの段階で、右側の岩に決定、はい、普通でもこういうのってコンポジティングの時にもう合わせちゃおうとかってやるじゃないですか。ああ、そうですね。コンポジットでももちろんやるけども、その前段階でももうトーン合わせて、はい、でもライティングでもう結構変わりますよね。がっちりその色味とかも含めて全部出しちゃったので、うん、結構ライティングの3D をレンダリングした時点で結構絵はできてますね。And for the rocks actually was the only one, the only thing that we actually had like a workflow, like I don't know, decided, like a 順番 because if you change the 順番 you would get like a different style or different look. So here we actually had a I decided on aCertain steps how to create the same style and look. So this is now a different rock with the same look that we had before. And we've created, I think, 5-6 different rocks. そうですね。And we just use them and stack them and rotate、yeah. to create new ones.、Mm.だからまあこういうスタイルと決まった後、まあビトが何種類かのこう岩を作って、でそれを組み合わせてまた新しい大きな岩を作るみたいな、ここから先はそういうステップを踏んでますね。まだこの餃子の皮を閉じるところのモデルはこの時もまだスタート、これいつ何月だっけ、この時点で3月のもう終わりですね。スタートしたのが2月とかだったんで、モデリングには結構気を時間をかけて。By this time it was mostly about details. And here we have the cannon. ああ。大砲ね。はい、餃子の餡を飛ばす大砲。So here I also think we had a discussion that this looks too real. そうね。リアルすぎる。はい。テクスチャーのディテールのバランスですね。まあ、but まあでもいい感じ。And yes, here all it takes references. ああ。お、カオールの名前が入ってきた。ああ。This was an animation by the French artist. そうそう、クレモンのブロッキングですね。ブロッキングアニメーション。結構この彼上手なアニメーターなんですけど、コミュニケーションが最初すごく難しくて、スカイプでやるしかなかった。実はこの王様のアニメーションに結構時間かかったね。そうね。And we had to communicate through Orestes, and so it became. Yeah, this is another shot from the cannon, and it really looks almost like おもちゃ, like a toy. 大体この辺であの
ディテールのバランスとか雰囲気は決まってきています。じゃあもうモデルがもう決定して、はい、あと例えばそのシェーダーとかテクチャーを書き込んでいくのと、あとアニメーションやっていくと、もう同時進行で、もうずっとここからも同時進行ですね。あ、これ俺作った、これバチン。Yeah, this is how we actually ignite the cannon. どうやって点火するかっていうのを、これはマヤでアニメーションまで作って、MAX に持っていってますね。はい。Yes, and here, here was this version actually had too much texture. That's when we said that, ね、this is too much realism, too much details. Because if we have the whole scene with the rocks and everything, it would be too much detail.合わない。Too much information in the texture. そうね。そしてこれ多分ファイナルデザインじゃないね。いや、ファイナルじゃない。モデリングテクスチャーまで作って、最後実はこの大砲を撃つ仕組みを、変えてます。なんでかっていうと、あの王国の住人たちのその頑張りが足りないっていう、その大砲を撃つのに。So here we start with the lighting shading for the characters. Very キャラクターのライティングシェーディングをこの辺りからスタートしました。Very basic. テクスチャーはまだないですね。And next day we had this. はい。あ、そうでした。This is also with some color correction.So, but here we started to finally see how the characters would actually look.色味の調整とかもちょっとしながら。これヒークとかはサブサーフェイス使ってるんですか？使ってます。使ってる、yes. もうヒゲもちょっとちょっと使ってる、結構使いました、アンデさん。Some different version. これアニメーションしてる？いや、はい、ああ、してるね。こういうテスト用の、まあ、コンテンツっていうかフッテージ作る時のライティングっていうのは、もうファイナルの時に使うライティングを考慮して同じような照明をするんですかね。この this time、I think it's mainly for the shader to try the shaders、so ライティングは大体、so for the final lighting we of course he would do it in the final scene、here it's just to test the shaders。シェーダーのテスト用のライティングをつけてる。Then you bring it into the scene, set the lights, and of course you have different lights, so it might be too strong on the skin or it might be too soft, so he would readjust the. そこでまた調整して。そうですね。And he created a material library, so if he would change something in a material, he would save it in the material library and it would update basically.まあ、マテライブラリーのデータベースを作っておいて更新するようにしてやるってこと。あとはまあこの王様口の中が暗すぎるとか、まあ、そういう調整は本当にファイナルのシーンでやっていく。ああかわいいな池田さんっぽい。池田さん作ったんじゃない？これ大久保さんじゃなかったかな。ああ、そうね。The year you can actually see that they basically always have the same facial expression. そうそう。あのこうこれを見てだったかな。まあ、この辺からあのフェイシャルつけなくてもいいんじゃないみたいな話を。あ、ね、ベロはずっと出しておこうっていう。あ、もちろんおさん、あ、ここ俺だね。I think it was really fun to animate these. 面白かったですね、これアニメーションつけるのは。So, and to talk a little bit about Kaoru-san. そうですね。この辺からカオルさんがこのプロジェクトに参戦してきて、
小物を。まあ、砂袋とか作ってる。この気球。こう全部。はい。So for Kaoru, it's a first big production. So I think it was a very important experience for her. And she learned a lot. 彼女にとって一番初めて の, その大きなプロジェクトだったんで、結構勉強になったよね、これね。Not only point cash. ポイントキャッシュだけじゃなくて。ポイントキャッシュ以外はもういい経験だったと。And this is the last shot, the king, the camera. It's pretty fine, right? Hi. And here we took the animatic and put in the devices and the characters to compare. まあ、セット組み込んでって、アニメリックス用の。だんだん要素がこう一つに合わさって。Because we didn't have the rocks yet. We still had to make the rocks. まだこの段階ではあのビトロックはまだないですね。I was still busy. 調査中。I was still busy. And we also had characters or things that we would unfortunately would have to discard. For example, this character. これ。Kawada-san made it. But...Unfortunately, we didn't. We couldn't use it. あの結構やっぱり餃子あの絵的なディテールがすごいあるんですけど、やっぱその世界においてリアルとはなんだっていうところを考えて、まあ本当にいろんな小物のオブジェクトを、追加していったんですよね。でその中にはこのウサギ犬みたいな。ウサギなんですか。ウサギ犬。ウサギ豚ウサギね。豚ウサギ。豚ウサギ。We during the dailies we had a lot of brainstorm and we came up with a lot of ideas. Of course we could not use all of them. And this was actually a character that would eat餃子の残り。餃子の残りを食べるようなキャラクターがいたらもっと面白くなるんじゃないかって、そういうのはデイリーズの時にみんなで意見交換して。 So I thought it was actually a very nice idea but too much. Yes. But 30秒 andHere, when we did the lighting, before we started to actually do the final lighting, we always made a gray shaded light blocking to see like light direction. And for example, here we want to have shadows here, put this in the focus. Yeah. So we put the light up like this. だってライティングはする時でもグレーで。一番最初のステップはライティング、グレーにグレーマットにして、はい、で陰影を確認してそれでやってみましたね、まあ、ライトのブロッキング、まあ、アニメーションもブロッキング、まあ、一番最初のステップキーライトがここで一番見せたいものがこれ で、でもっと深みを出すためにこのオレンジのじゃあこっちに置いたらいいんじゃないかっていう、And we also rendered animations in this style firstここにアニメーションも入れて一回チェックして一回グレーでチェックしますね。これ実際にレンダリングをするんですか。多分もう例えばその操作画面の GPU のシェーディングレベルで終わらせて、あの VRT VRT を使ってチェックをする。そうそうそう。And here we slowly startto assemble the scene, and we had two steps. The first one was the main device, main objects like the cannon and the mixer. And then Kaoru-san and someone, some other artist would go in and put in like details. A set to put in. Yes, we call it set dressing, so like plants and buckets. そうだったね。セットドレッシングって呼んでたんですよ。そのディテールを足す。何？セットドレッシング。セットドレッシング。ドレッシング。サラダドレッシング。ドレス、まあドレス、まあこう最後飾り付けみたいな、そうそういう呼び方をしてね。Yes, that was very actually very important.
And this also helped to define some, this is, I think you decided this. Ah, so か。So, it was very important because we could now get a feel of the whole scene. And here we decided very important, make very important decisions, like here we need some, you know. 頑張る。頑張る感じね。頑張る仕組みのモデルを、この段階に来てもまだちょっとこう決めきれてなくて、でまあこういうデザインにしようと、まあ、これ僕がラフで描いたやつなんですけど。書き足して。はい。はい、じゃあ今で各パーツの、まあ、岩のシェーディングとか、はい、テクチャの件であるか、まあ、データのインアウトの方式とかいろいろお話しいただいたんですけども、はい、じゃあ最後にですね、全体の例えばライティング、ソラス、何でしたっけ、ディテールドレッシングでしたっけ、セットドレッシング、セットドレッシング、はい、セットドレッシングを全部組み込んだセットに対して最終的なライティングをどう合わせてたかとか、はい、あと、まあ、最後コンポスティングの話がもしあればお聞かせいただきたいなと思います。 So, after we used a lot of different software now, so it was basically three different software packages we used, and of course we had to bring this all togetherinto our main application, which is 3ds Max. We did most of the export-import using Alembic. And for the final rendering, we had to convert some of the files into a point cache. But so basically it was not a big deal. We could, after we found our workflow, we could actually assemble everything inside of 3ds Max. And this, for example, this... あ、いい。うん？まあ、3ds Max に、まあ、今までやってきたようなアニメーションのデータとか、セットドレッシングで作ってきた小物とか、そういうのを全部一回全、インポートしましたと。はい、でアニメーションがついているデータはアレンミックで持ってきて、うん、まあ、レンダーファームに送るデータは、まあ、あのポイントキャッシュ貯めないといけなかったりしたんですけど、まあ、ここからが最後のファイナルのライティングに入りますに入ると、はい、ちなみになんですけど、はい、アニメーション付きのデータは全部アレンビックだったんですか？そうです。全部、あ、結構やっぱりデフォームして動くのがほとんどだったっていう。そうです。単純にこうトランスレートとローテートとスケールアニメーションそうですね、っていうのは少なかったっ、ね、少なかったと思います、うん、はい、はい、すいません。 Yes, so it was actually very late that we also brought in the whole rocks and created the actual landscape here、mm-hmm. and for the fur, what you see here, for the fur we used a V-Ray fur、mm-hmm. andSo this is basically an early color corrected version. So where we also tried different styles of different kind of clouds, just to see how it's going to look like. まあまだ本当初期の段階のライティングなんですけど、まあ見ていただけるように芝生は V-Ray のファーを使って、まあそういうディテールも足していったり。ビトがずっと悩んでいた岩のデザインもここになって反映されてきてますと。And of course this was all, this was a pretty heavy scene, so we had to use proxies. プロキシーを使って作業はしています。ものすごく重たい各オブジェクト。はい。Yes. Yeah, so basically this is it. うん。他のここの、プログレスってないんだっけ？Yeah, this is just some variations we tried. And before we were talking about the concept colors, so as you can see, if we would match the whole rendering to the concept, it would look like this, so it didn't really work out. まあ、あの、そうですね。いろんなカラーのバリエーションを試して、まあ、餃子が一番おいしく見えるとか、はい。まあ、大事なポイントはそこだと思うんですけど。っていうのを探っていったと、はい、で最終的にコンポジティングかけるんですが、パス的には何パスぐらい出たんですか？ So we actually built the whole beauty pass beauty pass、using all passes that we could
get all pairs we needed. So we'd include a reflections pairs, a reflection filter, and also refraction. なんていうフォーマットだったっけ ？EXR。EXR だ。Only EXR。16bit。Yes。16bit の EXR。Yes. And point position pass, the world position pass, we're using 32-bit float. ポイントポジションパスっていうのを、32bit。ワールドポジションパスはワールドポジションパス目的としては何をするために使ったんですか We used in compositing, for example, for this scene, because it's very took very long to render, we actually used the point position pass to displace the plane in composition. In composite, and we projected this on top of the displaced. So we actually rendered only four frames, and projected them and blended. So we saved a lot of render time. Saved time. Yes. Projection したってことだね。Yes. ワールドポイントパスを使ってコンポジターの中で立体データを作ってそこにプロジェクションマップして動かすと。そうです。で、あの一シーンで例えば4フレームぐらい多分違う。やっとけばブレンディングで処理ができるということですね。ちなみにコンポジションツール何を使っていたんですか？コンポジションツール。あ、コンポジションは。We use Fusion. Fusion.And point position pairs you can actually use for many, many things. Like, for example, in Fusion, you can use it for relighting. あの、コンポジットの時に、あの、ここにちょっとライト、この辺に。リライトのパスとしても出せるし。欲しいなって、レンダリングの後に思った時に。I will show for Marui. ああ。はそれをフルに使ってると。はい。You can also use it for fog, volume fog. そうだね。Fog とか、まあ、Haze、奥行き感出すのにも、あのワールドポジションパスは使えると最近の仕事はもう結構必須って感じですか、ね、ビットのワークフローの中には必ずそれは入ってます、ね、ワールドポジションパスは必要になってくる、はい、いつも、はい、いつも使ってます、あとそうですねなんかいろんなツールがあって、はい、そのいろんな国の方もいて、はい、なんか大変なワークフローのように思えたんですけどあのすごくまとまってうまく各チームというか各人々をまとめてすごいなというのは本当に印象がありがとうございます、結構ツールは揃ってるけど人が違うとか、はい、違う、いろんな国の人がいるとかツールもバラバラだしとかって、まあ、最後にはマックスに全部集めて仕上げたってことなんですけど、はい、まあそこはその毎日やっていたデイリーズとか、ビトがあの一番最初に言ったその違う文化の意見を文化とか美の価値観が違うしとかっていうことですよね、はい、そうですね、それをこう、まあ、受け入れつつまあそれも多分日本人であっても外国人であってもまあ関係ないのかなっていう、そうでしょうね、はい、はい、じゃあそんな感じでそんな感じで、はい、どうも生き城の話をありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、はい、生き城の話、はい、非常に貴重なお話ありがとうございました、ね、ありがとうございます、ありがとうございました、まあ今日ね冒頭ちょっと大内田さんの段階ではまあそれぞれ池田さん30分、ビト、ね、さん30分ってお聞きしてたんですけどさらに終わってみればさらに倍どんどんちょっと熱が入っちゃうものすごい濃い内容でじっくり聞かせていただきました、ね、ただなかなかやっぱりその企画の段階からっても僕らもまあ聞いたりもする時あるんですけどやっぱこれだけ長く聞いたこともなかったですし、あとやっぱあんだけ緻密に考えられてたり、はい、ディスカッションされてたりのしてるのを見てまあ絵の完成度は当然高いんですけどなんかあなるほどなと、逆にここまで考え抜いて工夫してっていうのが非常に伝わりました。ありがとうございます。だもう一個はやっぱビトさんがテクニカルの部分でいろいろお話しされてましたけど、やっぱりアートもできてなんか両方ともできる方って珍しいなと思って、ね、技術も分かって、まあそういう部分ではやっぱビトさん入ってから入られてから空気さんも CG の方結構押し出してるっていう、そうですね、と言われてたんで、その理由もなんかすごく、分かりますね、まあ、企画の部分も理解しながらこう CG の深いところまでできるっていう、なんかね、それが一通りこう全部見れたので、皆さんもね、非常に参考になったのではないかとね、思います。こうじっくり
見ていただきたいですね。そうですね、はい、長いですけど長いですけど、はい、ぜひ行ってみたいですね。でここでですね、はい、パート1、ボリューム1がですね、うん、主要ということなんですけど、はい、その餃子の王国の TVCM 編が、うん、あの終了なんですが、さらにこの後パート2がですね、マルコとマルイ、あ違うね、マルコとマルオと、あれマルコとマルオ、失礼しました、マルコとマルオのですね、はい、この CM のメイキングということ で、ね、そのですね、ムービーを私の方からやっていいですか、はい、はい、じゃあちょっと待ってください。これやばいですね。これやばいですね、うん、でこれは次回という形 で、ね、はい、また企画から、そうですね、同じような形でご説明いただけるということで、はい、もうちょっとコンパクトにいやせっかくなんで、せっかくなんでじっくり、したいと思います。はい、盛り上がったパート1ですけれど、はい、この後ですねパート2も、ぜひ次回ですね、ご覧になっていただければと思います。では空気の皆さんもですねパート2でまたお会いいたしましょう。はい、それではよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあさよなら。さよなら、はい、また会えるかもね。